これを切ってみたいと思います。さあどうかな。マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん、今回はですね、おうちで簡単いちご大福を作ってみるぞということでやっていきたいと思います。でですね、マスオ子さん勢の方はですね、あれ、マスオ昔にもいちご大福作ってなかったっけって思った方もね、いらっしゃるんじゃないでしょうか。そうなんです。なんとですね、僕、マスオ TV を作った約10年前にですね、おうちで簡単いちご大福を作っているんですよ。で、その時にね、作ったいちご大福が本当に美味しくて忘れられなくて、はい、10年越しにもう一度ね、おうちで簡単いちご大福を作ってみたいと思います。皆さんもね、簡単に作れるので、ね、ぜひね、真似して作ってみてください。で、今回使ういちごなんですけど、じゃじゃーん、こちら何やらとってもいい箱に入っていますよね。そして中を見るとどうすか、このいちご。これね、あまりんっていう埼玉県のみで栽培されているいちごで、もう本当にとってもとても美味しいイチゴでございます。一粒一粒が本当にこうとっても綺麗ですよね。このあまりんなんですけど、実はですね、昨年撮影でイチゴ狩りをさせていただいたイチゴ園さんの五十嵐イチゴ園さんにプレゼントしていただきました。五十嵐いちご園の皆さん、本当にありがとうございます。いや、マジで美味しいのよ。そのまま食べても美味しいのに、今回はですね、このね、あまりんをさらに贅沢にいちご大福にして食べてみたいと思います。では早速作っていきましょう。では早速作っていきましょう。まず白玉粉 100g に砂糖大さじ2杯、水 120cc を入れまして、泡立て器でよく混ぜていきましょう。なんか10年前に作ったけど、完全に僕的には忘れてますね。あ、こうやって実際に作ったんだと思っちゃうわ。お、いい感じに、でも結構簡単に混ざりますね。おー、滑らか、すごく。 OK で、ラップをして500ワットで2、3分、まあ2分30秒にしときましょうか。温めましょう。加熱しました。で、これ味取り出します。お餅っぽい香りしてる。うおーおーおお、よし。で、加熱したら次はヘラでよく混ぜましょう。ヘラでですね。わお、上の方がこうお餅っぽくもう完全になってますね。わおわおわお、チビオも食べたいよって言ってるよ、あっちで。すごい、こんなに綺麗にお餅っぽくなってたっけってぐらいにしっかりとお餅ですね、これ。なんか水足りないかなって思っちゃうぐらいに粘り気がしっかり出てますね。うーわ、で、ある程度こねたらまたラップをして500ワットで30秒から1分間レンチンしていきましょう。うい、レンチンしてきました。で、この白玉粉をまたツヤがね、出るまでこねていきましょう。もうね、すでにだいぶ僕的にはツヤ出てるんじゃないかなって思うんですけど、どうだろう。すごいいい感じだよ。綺麗だもん、ほら。うわ、綺麗、綺麗な白玉粉ですね。ムツゴロウさんみたいになっちゃう。綺麗ですね。これどうですか、めっちゃ白玉粉ツヤが出ていい感じにね、なりました。では、この白玉粉をですね、6等分、今回ね6個作るので6等分していきましょう。はい、片栗粉を少しまぶして6等分していきましょう。ちょっとまぶしすぎたな。片栗粉ね、まぶさないとね、うまい具合にね、取れませんから、手にくっついちゃって。
はい、こんな感じで上手にできてる気がする。まあ大体こんなもんですかね。でここでついにアマリンの登場です。このアマリンをあんこで包んでいきましょう。でアマリンがさ結構大きいから、でなんかあれだな、今回6等分なんかできない気がする。このアマリンがあまりにも、アマリンだけにねちょっとね立派だから、これ4つぐらいにしようかな。でかいもん明らかに。はい、じゃーん、こんな風にいちごをあんこで包んでみました。いちごの部分が全部隠れるようにしないと。これも大きいですね。でかい。白玉粉がとあんこの数が絶対的にこれ足りないわ。いちごがでっかいんで、じゃーん。ということで3つの大きないちごあんができました。でこれを包んでいきましょう。いや、ちゃんと包めるかな。よし、じゃあこの白玉粉を伸ばして上手に作るぞ。まずあんこを置いて、でこれをスッと綺麗に。いやでもちょっと白玉粉多かったかもしんないな。もうちょっと薄くてもよかったか。いや4ついけるなこれ。まあ余った部分取って次のやつに使いましょう。ちょっと難しいですね。そのいちごの大きさに合わせてやっぱ適宜変えてった方が良さそうです。じゃーん、美味しそうないちご大福ができた。ちょっとコロンとするとね、あんこの部分が見えたりするけど、あ、ちょっとあんこがついちゃった。でもこれパッと見お店で並んでんのにそんなに遜色ないです。すごい綺麗。はい、これ上手に綺麗に包むのはやっぱり難しいですね。でもさっきより上手。よし、さっきより上手。おお、ちょっとこっちのあんこの方が薄くなっちゃった。大丈夫かな。これめちゃくちゃこっちのね白玉が薄くなっちゃったんですけど、ほのかにこういちごとあんこが見える感じが、またでもおしゃれっちゃおしゃれ。うわ、くっつきすぎてやばい。片栗粉をまぶしましょう。片栗粉が重要だな。片栗粉をちゃんとまぶしたらこうおにぎりっぽくできる。あ、これめちゃくちゃ綺麗にできた。はい、じゃーん、上手にいちご大福できた。さあラスト、さあ伸ばして、なんか伸びが悪くなってきたな。うわ、なんでなんで、めっちゃくっつくようになっちゃった。うわうわ、くっつくよ。はい、ちょっとね綺麗じゃないけど一応できたぞ。じゃーん、ということでいちご大福無事完成しました。いや、これがね一番綺麗にできた、一番不格好にできたのはこちら。なんだかもうこれいちご大福って言われてもちょっとわからない。顔みたいになってるもん。顔みたいになっちゃってるけど、スーパーマリオになんかこんな感じのキャラクター出てなかったっけっていうね。ちょっとねこれはねもう時間かけすぎましたね。熱冷めちゃったんで全然伸びなくなっちゃって、はい、うまく作れなかったんですけど、こちらはですねうまく、まあ、作ることができました。じゃあこれを切ってみたいと思います。最近はね糸で切ったりねいちご大福することあるみたいなんですけど、さあどうかな、綺麗に大福になってるかな。パカッ、わー、向きが若干違うけど、うわーすごーい。ほら、とっても上手にいちご大福になっていますよ。そしてこのあまりんのねみずみずしさ、たるやこれがね食べると美味しいんですよね。うわ、めっちゃうまくない、やば、お店やん。 CM にできるレベル。まあね、使ってる素材マジでいいですからね。はい、ということでね実際に食べてみたいと思います。完成したいちご大福食べてみましょう。いただきます。おう、
うまっ、うますぎる。これはこのね、いちごからね出る果汁とこのあんこと白玉粉のこのトロンとした感じが相まって本当に美味しい。いや、すっごいね、いちご大福って本当にめちゃくちゃうまい。これはね、みんな作ってみて、本当に。うん、うまっ、おいしい。やっぱ絶品だわ。はい、で今カットしたんですけど、うーちゃんにもね食べてもらったらね、めちゃくちゃおいしいって言っていました。やっぱりね、いちご大福はね神ですね。ということで今回はおうちで簡単いちご大福を作って食べてみましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひですね、皆さんも簡単に作れますので、おうちで作ってみてください。ちなみに今日ね食べたこのあまりんはですね、そのまま食べても非常に美味しいです。うますぎる、最高。ぜひ皆さんあまりんもね食べてみてください。ということで今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださったら、チャンネル登録、そしてグッドボタンもよろしくお願いします。いろんなコメントもお待ちしております。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。